はい、こんにちは、勝又です。今日はこちらレトロゲームガチャ SS 賞は任天堂クラシックミニ、まあ中古なんですけど、 S 賞新品互換機、ちょっとよくわかんないんだけどAA 賞、AA 賞中古ゲームハード2080円から3280円のゲームソフト、おわか。まあ1回500円なんで、今これを買おうと思ってます。ちょっとね、豪快レッドと一緒に三国無双の久しぶりにやりたいねって話になって、で410円なんで師匠でもいいじゃんっていうことで、まあちょっとね90円高くなりますけど面白いと思うんでやってみたいと思います。もう結構すでにやってる人いる。いきまーす。きた。さあ何かな。なんか B とかすごい微妙じゃない。いきます。もう一回やればいいんじゃね。無双ゲージ足りてなかった。なんか言って、なんか言って。そういうやつ500円でもないさ。はい、ということで C 賞紫色が C 賞ってことは結構見えるんで、この黄色とかなんかちょっと良さげだよね。てかさ、なにこれ。こういうガチャガチャ。新しいね。クソねえ、クソあるじゃんこれ。これめっちゃあるじゃん。一回500円ってこれありえない量入ってるじゃん。でもね、当てる気ね。で、気になったら富士鑑定団にある。やってみてください。それではまた明日。